今日よろしくお願いいたします。まずは京都賞先端技術部門の受賞おめでとうございます。ありがとうございます。今の率直なお気持ちを聞かせていただけますか。はい、まあ大変光栄なことだと思っておりますのと同時にですね、過去の受賞者の方の業績に比べて僕の業績で良かったのかなっていうのを思っておりますね。そういうことは感じますですけど、現在のお仕事へのきっかけみたいなことってあったんですか。やはり僕の恩師の大阪大学の成田先生っていうのが恩師なんですけども、はい、成田先生はもともとその大学の先生になる前は神戸工業のっていう会社の勤めておられて、はい、で僕が入る時に勧められたのは神戸工業なんですけども、その時は富士通と合併してまして、2年ほど前に、はい、その僕入る2年ほど前に合併してまして、うん、でそこに紹介していただいて、あ、そうですか。まあ、神戸にある僕にとっても実家は神戸でしかったので非常に良かったと思ってます。でそこでトランジスタと出会うわけですね。なるほど、まあ、恩師の先生のご関係もありましたでしょうけども、大学に残られるという選択肢は、いや僕はねやっぱりちょっとこう人というのかな、製品との関わり合いをあった方が面白そうだなっていう、あ、なるほど、気持ちがありまして、うん、そういうことが最終的には企業を選んだっていうことだと思いますね。なるほど、一般的に考えて、まあ、企業はリジョンを持つという大前提があろうかと思いますけども、そういうことと、ご研究というのはどこかでぶつかることはないんですか。いや原理的にはありますよね、はい、ただ僕の場合はあんまり感じなかったですね。その神戸工業の歴史がそうさせたのかもしれないんですけど、神戸工業の歴史っていうのはある意味非常に研究者ですね の, そのやりたいことをやっていたような先生 の, 成田先生の牧師の先生の感じから受けましてね、まあ、時々そういう話されるんで、はいはいはい、まあいいんじゃないのかなっていう感じなんですね。それでだからそれほどぶつかったっていう印象はないですね。そうですか。一方的に役に立たないことをやってるっていう。いやいや、そんなことはない先生ご自身が研究を続けてこられる中でやはりこう挫折されること、こう行き詰まること、ご苦労なさったことありかと思うんですけども、はい、お聞かせいただけますか。はい、まあ、先ほど出ましたヘムトっていうね、はい、ものを世に出す前にそのやってたデバイスはまた違ったデバイスで、はい、まあ今主に半導体といえばシリコンっていう材料を使ったものですけれども、はい、僕がやってたのは化合物半導体っていうもので、うん、例えばガリウムとヒ素とこう化合させてガリウムヒ素っていう材料ができる。これはシリコンよりも高速に動ける材料なんですね。でそういうことを研究してたんですけども、非常に行き詰まりましてですね、はい、うまくいかないっていうことで非常に挫折感を味わうっていうことがありましてですね、うん、でヘムト、それはどうしてヘムトにつながるかと言いますと、この挫折ヘムトはもう一つテクニカルな重要な要素が必要になるんですけども、はい、そういう要素っていうのは我々の半導体からちょっと技術の違う異分野の技術だったんですけど、そういうものがその挫折感によって非常にその感覚的に研ぎ澄まされてですね、はい、これが使えるんじゃないのかなと、ほう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 、そういうどういうんですかね、感受性っていうんですか、はいはいはい、そういうのが研ぎ澄まされてですね、利用できたっていうことがヘムトの成功につながるんですね。だから、うん、もう失敗っていうのは決して無駄ではない、うん、その挫折今おっしゃられた意味でね、行き詰まりっていうのは、うん、
あくまでもまあそれは行き詰まりなんです。そのやっぱり行き詰まった中にも 何かが残るんですね。失敗をしたっていう、はい、意味がある、意味があると。で逆に言うとそういう失敗っていうのは失敗しない人よりいいんですよ。そういう経験が重要なんですよね。なるほど。僕はもう今までそのヘムトっていうもので僕はなぜ一番最初にしたのできたのかっていうことをその歴史っていうの流れを見ていますと、はい、多分僕は失敗した他の人は失敗してないんですよ。だからそういうガレミソで失敗したっていうのが逆にそういう新しい別異分野の技術に着目できたっていうそういうことかなと思ってまして。なるほど、よくわかります。花瓶ぶつかった時ってイライラもなさるでしょうし、こう寝られなくなったりしてご苦労が終わりだと思うんですけど、何かこう先生ならではのこう技はあるんですか？いや、あのね、僕はもうあまりそう寝られないことはなかったですね。本当ですか？あの逆に、まあ、皆さんが僕のことをその残業しないっていうのを、僕残業ほとんどしないんですよ、はい、で逆にそのタイムカードを押したら早退になってたとかね、あの時刻がずれてるわけですよ。タイムカードの時刻と時計の時間が、うん、ベルが鳴る時間、今日はもう僕のもう仕事終わったと。ええ、はい、そうなんですよ、ね、はい、そういうことなんです。それでだからほとんどどういうんですか、その残業しないで、うん、お家に帰ると、まあお家に帰って明日のことは考えますけど、はい、まあ、そういうふうに毎日こうある程度全力を出し切って、うん、それで僕は満足していきますね。だからそこでこうどういうんですかね、今おっしゃられたようにで悶々と悩むっていうのは、うん、あんまりそういう時間も逆に言うとなかったのかなと思います。それ若い研究者へのアドバイスの一つですね。あ、そうかもしれませんね。一日を一生懸命生きなさい、ね、はい、あの8時間本当に力出して働きますとね、もう力使い切りますよ。そうですか、はい、いや今先生のお話でもうあのご紹介いただいたヘムトなんですけども、はい、高電子移動度トランジスタ、はい、申し訳ない、正直に申し上げて、はい、分かりませんでした、はい、もう私にも分かるようにご説明をいただければ。トランジスタの高速化の手段なんですけど、はい、高速になれば短時間で情報処理をたくさんできるとか、はい、高い周波数で情報量をたくさん送れるとか、はい、だから昔そのトランジスタができた頃ですね、補聴器にしか使えなかったんですね。補聴器、はい、補聴器っていうのは音声周波数で低いキロヘルツのオーダーなんですけれども、はいはい、そういうトランジスタしかできなかったんです、うん、でそれがどん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 その改良を加えられて、例えばトランジスタラジオのトランジスタ、はい、これはもうかなり周波数が高いんですよね、うん、そういうことを日本の半導体メーカーの人が成功して、はい、だから高速化するっていうことは一つの技術課題としてはもう皆さんそっちの方向を狙ってるわけなんですね、はいはい、でその中の一つはヘムトなんですけど、うん、ヘムその従来のトランジスタでいうとその例えば電子を作るために親になる、はい、例えばガリウム層のベースの場合ではシリコンをドーピングっていうか入れる混ぜるんですよ、はい、でシリコンを混ぜれば1個電子が出てくるんです、そのシリコンから、はい、ガレミソの中に。でそれはその電解かけますとこう走りますよね、電子が、はい、順にイオンはこう止まってますけど、でこういうイオンとプラスとマイナスですから衝突するんですね、パッと、はい、そういうのがたくさんありますから衝突しながらこうトランジスタその信号を伝えますから、どうしても速度が遅くなっちゃうんですよ、うん、でヘムトの場合には8個となった半導体を2層を重ねます、はい、それで上の方、例えば上の方にアルミニウムガレミソと言ってちょっとガレミソと違う材料なんですけど、はい、そこにシリコン親になるようなドナーをドーピングするの混ぜるんですね、はいはい、それでこう電子そこでは出てくるんですけども、うん、
下のガリウム味噌っていうのは電磁を引きつける力が強いんですね、上のアルミニウムある。でそれでこうガリウム味噌の方へ電子だけ移っちゃうんですね、はい、そうするとそこはもうピュアなガリウム味噌がありましてね、そのドナーっていうのとぶつからない、交換的に分離されるんです、その2層で、はい、界面で。だからその電子がものすごく高速に走れると、高速に走る、だからそういう電子の専用レーンみたいなのを作ってあげたと、はい、従来はそういうその専用レーンじゃなくてですね、凸凹、ね、うん、の道だったと、そうですね、はい、それを高速道路のように走れるように、別のあの綺麗な道路にあの作ってあげた、 そこを電子が走るからそのトランジスタとしても高速になると、まあ、そういうのがヘムト の一番のポイントなんですね。わかりました、わかりました、ありがとうございます先生、これをお作りになった日のその瞬間のことって覚えてた、できたっていう時覚えてました、はいはい、それは1979年の12月の末ですね。あ、そうです、はい、今思い出されても考えひとしおですか。あ、考えひとしおですっていうのはね、うん、これはモグリの研究だったんですよ、会社には。あ、会社には言ってない、言ってない、要するに自分たちが面白いでやりましょうっていうんで、うん、僕はその声をかけてですね、まあ、この指止まれ的な感じで、はいはいはい、そうすると材料をこう担当する人たちとか、うん、必要な人がこう集まってくれましてね、はいはい、でもその人たちもモグリでやってるわけです、別のセクションにいるんですけど。あ、なるほど、はい、だからこれ成功させないと大変なことになるわけですよねその人たちの人生、あの極端なことで人生がかかって、そうですよ、ね、そうです、はい、だからできた時はやっぱりものすごく嬉しかったですよ。本当に肩の荷が下りたっていうのか、ですよね、あ、そうです、責任がありますからそのなるほど、だから多分記憶に残ってると思うね。そうでしょうね、先生、さっきあの若手の研究者に一日を精一杯生きなさいというメッセージをいただいたんですけども、研究者として研究者としてこれが大事だよっていうメッセージをいただきたいんです。研究者としてですか、はい、僕はまあ研究には失敗がつきものですよね、うん、っていうのはそのまあ基本的には誰もがやっていないことをやるわけですから、同じ道っていうのはもうないわけですよね。だからそういう、まあ、失敗はつきものだっていうことを恐れずにですね、恐れない、さっき言いましたように、僕がそのヘムトを思いついたっていうのはさっき失敗をしたからだって言って、はい、まさにそういうことなんです。失敗の経験がダメだわとは言い切れないんですよ。それは一つの重要な経験の一つでね、うん、そういうことで、やはり新しいことに挑戦してほしいというのが言いたいことですね。わかりました、はい、貴重なお話いただきましてありがとうございました。